れれ、すいません、カメラがなんかね、新しいバージョンアップしたらツイキャスの操作方法が、なんでこれ変わらないのかな。カメラが切り替わらない。なんでだ、なんでだ。なんでかな、これ。カメラが切り替わらないですね。これだと話しづらいな。ちょっととりあえず焼酎の水割りですね。これ湯冷ましなんですけど、まあ、いつもやってることで。本格焼酎、これは割とうまいんでいいんですけど。はい、お疲れ様です。いや、カメラに映らないでブッシュは何をやってるんだか。パソコンでね、まあ、ずっと戦争法案のことについて訴状をですね、まあ、簡単に書こうと思って出したら、西岡さんからかなり本格的な、まあ、彼も簡単に言ったんだろうけど、まあ、なかなか根本的な問いかけがあったんで、今ちょっといろいろと直してるとこですね。まあ、そりゃそうですよね。まあ、憲法9条についてなんぼ簡単に語るって言ったって、なかなかそう簡単にはいきませんよね。明日東京に行くんでね、ちょっと荷物なんかしなきゃいけないんだけども、これをとにかく仕上げようと思って、まあパソコンずっとにらめっこしてますけどね。まあ久しぶりにパソコンにずっと迎える時間が取れたっていうのはいいことですけどね。このちょっとこれ水で割ったんですけど、本格麦焼酎、なかなかちょっと本格的な味がしていいですね。さてさて、でもこのカメラが切り替わらないのはどうしたことかっちゅうことだな。何これ。ちょっと一旦切りますねって言って、切る方法もなんか画面が全然切り替わらないな。なんじゃこれ。フリーズしちゃったってことなのかな。
切り替わらない、動かない。放送はできてんのかな。よいしょ。なんかツイキャスがバージョンアップしたんだよね。で、ああ、放送はできてるみたいだな。さあ、これをしかしどうやればいいのかな。扱い方が分かんない。これは一種の放送事故だな。珍しいパターンだな。バージョンアップして操作ができなくなったっていう。よいしょ。なんじゃこりゃ。画面の切り替え、あ、できたできたできた。そうか。あれを投稿するっていうのを押さなきゃいけないけど、押せなかったんだな。まあいいや。はい、こんばんは。すいません。私はね、そんなに高度な、高度なシステムはいらないんで、使い慣れたシステムで置いといてくれればいいんですけど、まあ、そんなこと言ってもね、バージョンアップして皆さんが楽しむようにね、なるんで、それはそれでいいですよね。はい。大阪の仮住まいで、麦焼酎の、これ割と麦焼酎なんですけど、本格派、割とね、一升で1300、400円ぐらいで、そんなに高くないんですけど、割と、本格的な香りもあってね、いいですね。琥珀色なんですね。これ水割りなんですけど、隠し蔵っていう。まあでも本当、今日フェイスブックで出したけど、ウイスキー飲まないし、日本酒も飲まなくなったね。焼酎かビールか発泡酒だね、本当にね。ねえ、まあ昔は水割り、ビール、バーボン、そんな感じだったけどね。まあ、酒の話はさておき、自民党ひどいですね。桃田ですか。百田。まあ、今日ブログに書いたんですけど、その百田直樹になんか言われっぱなしで何にも言えない自民党の国会議員が情けないですよね。国会議員っていうのは少なくても、その議員に、私なんか県会議員も勝てないわけで、国会議員なんかとても当選しない、国民から支持をなかなか得られない活動家なんです。で、自民党の国会議員は悠々勝ち上がってきてるわけですから、民意を汲み上げることに長けてなきゃいけないんだけれども、その民意、彼らがね、ここに非常に大きな問題があるのは、自民党の国会議員よりも百田直樹という、自民党の総裁、総理総裁のお友達、
安倍晋三につながっている百田直樹の言うことだから、なんかつまらないことを言っても苦笑いして、あははははとか言いながら、合わせてこうやってやって、とにかくなあなあでいこうというね、その国会議員の情けなさですよね。いや、もう卑しくも国会議員であるならばですよ、その百田直樹もうですね、そんなに年寄りじゃないんだから、多分僕よりは若いんだろうと思うんだけど、その居並ぶ国会議員がですね、たとえ若手だとしても、いやいや、それは百田さんね、あなたがいくら売れっ子作家だろうが、安倍総理に近い人だろうが、そんなこと言わなくてもいいんだけども、いくらなんでもそういう言い方はいけませんよと。ちょっと今の発言は取り消すように、この周りの人もちょっとよろしくお願いしますねぐらいの発言をする国会議員が一人はいてもいいわけですよね。で、結局自民党もトカゲの尻尾切りに動いて、木内だか木村だかちょっと分かんないけど、なんちゃらいうその会合を段取った代表者が処分されたみたいですけどもね、向こう1年間役職に就かさないとかなんとか言って、それにしたってね、結局その安倍晋三に尻尾を振る国会議員の会っていうのを作ったと。で、調子に乗って招いた安倍首相の友達の百田直樹がバラバラバラって言って、沖縄の新聞は潰せたの。またその後でツイッターで、本当は朝日新聞が潰れた方がいいと思ってるとかですね。いえ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 。だからその作家のね、方言、作家っていうのは、いろんなタイプがあるんだろうけど、百田直樹っていうのは極めて右翼的な右寄りの思想をあらわにして、そしてそれを著作に表してですね、自分の思想を受け入れる国民に本を、自分の書いた書物を売っていくという商売ですからね。で、だから国会議員っていうのはそうじゃない、日本のやっぱり良心を受け止めて、投票で自分が得票をしてやっているわけだから。その作家と国会議員の、なんていうんですか、なりわいの差、商売的な種類は全く違うわけだから、そのなんていうのかな、国会議員の自衛本能すらも失っていると。とにかく総理大臣の安倍晋三のお友達の百田直樹っていう売れっ子作家が言うんだから、ニコニコして手叩いときゃいいだろうって思っている、そういうなんとか小賢しいというか、お粗末なやつらが国会議員になってるっていうことが恐ろしいですよね、この国ね。そらあのまあこの「マチカフェ TV」で変な書き込みをしてくるゴミと同じレベルですよね。自分たちの考えしか理解しようとしないというね、これは非常に恐ろしい世の中になったなと。マスコミ万能主義というか、マスコミにおいてはその視聴率が錦の御旗で、政界においては支持率が錦の御旗で、この百田直樹などの言うことで、その錦の御旗の支持率がですね、どん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 自民党下がっていくことになると思うんですけど、しかしこの前自民党の支持率、いやいや、安倍政権の支持率が39%まで下がったという報道があった直後にこれですから、またより下がるんでしょうけど、ちょっとこの自民党の国会議員のその感覚の鈍さ、にびっくりしますよね。さすがにその長老閣のね、
谷垣幹事長がトカゲのしっぽ切りに動いて、集めた百田尚樹を招いた議員集会を、ね、開いた、代表を切ったみたいですけど、まあでもちょっとここまで、落ちたのかなというところまで自民党は落ちてしまいましたね。で、まあ、自民党が落ちるのは当たり前としても、まあでも何て言うのかな、まあ、腐ってもたいというか、悪いことはするんだけれども、やっぱり何のかんの言っても自民党が日本の国を作ってきて、支えてきて、リードして運転してきたわけですから、その日本の主流、まあ腹も立つけど主流は主流なんですよね、自民党が。それがこうも腐ってくるとですね、ちょっともう手の打ちようがないなっていうところはありますね。まあ、立憲主義ね、日本国憲法を基礎として、法治国家として運営していく日本の、まあ、根幹に立ち返って、この戦争法案無効確認訴訟の訴状を今、まあちょっと頭から湯気が出るぐらいちょっとやってるんですけど、私も普段ね、憲法9条とかそんなに突き詰めて考えずに、自分の感覚的なものでさらっと言って、それがあまり外れてないから、シュ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 やってるんですけど、まあでもこの安倍お友達政権のこのおごり高ぶった雰囲気そのままのこの戦争法案、安保関連法案でですね、日本のこの進路が狂わされるっていうことは、本当にこう焦りを、覚えますね。なんかこう以前のね、自民党は悪いことをしつつも味のあることを言う、どっしりと構えた政治家もいましたけどね。まあ今はだからみんな外に出てるんだけど、まあ小沢一郎さんもそうだし、亀井静香もそうだし、まあ、かつて自民党に在籍して飛び出てきた人たち、まあ今どんなことを考えてるのかなと思いますけれどもね。まあしかし困ったもんだなと。まあ自民党の OB 連中もね、まあ現役でも村上誠一郎さんとか、いますけどもね、良心ある発言をする人がね。まあ古賀誠さんといえば、遺族会の代表でね、本当に自民党の一番古い体質を持った遺族会の会長を長らく務めた古賀誠さんが、この安倍政権に異を唱えてまあ竹村正義とかね、いろんな人が出てきて、まあ、村上政君にとか野中広務もそうなんでしょうけど、まあ、ちょっとこの安倍政権というのは本当に過去の自民党の流れからしても、とんでもない方向に進んでるんだなってことは分かりますけれどもね。まあ焦りを感じつつ、どっしりとパソコンの前で、憲法9条に向かい合っております。西岡さん、大阪討論バーの西岡忠さんがですね、いい意見を出してくれたんで、いろいろとこう調べてみました。で、まあ、西岡さんの言い分ではありますけど、この憲法9条がですね、
集団的自衛権のみならず、個人的自衛権の行使をも含む武力行使一般を放棄したという、まあ、こういう説について、なるほどな、それは、まあ、憲法9条の文面通り見ればそうなのかなというふうに思いましたし、そうなのかなと思って調べてみたら、ところが、まあ、当時連合国側の最高司令官であったマッカーサーの回顧録とかですね、それから当時日本側の代表であった総理大臣の重原喜重郎、まあ、こういった人たちの考えをこう総合するに、憲法9条は、まあ、自衛権の全てを放棄したものではなくて、個別的自衛権、自然権上の自衛権、すなわち今国際法上でいうところの個別的自衛権ですね、これを放棄したものではないということは言えるんだなと。当時その法律制定に当たった人たちが、自然権上の今でいうところの個別的自衛権を放棄するということは念頭に置いてなかったということは分かってきまして、ちょっと今そのあたり調整しているところですね。で、これね、自衛権というものに対して、まあ、憲法9条があって、国権の発動としての戦争、その戦力の保持を全て放棄するということを明記しているわけなんですけれども、自然権上の個別的自衛権を放棄したものではないと解釈されて、自衛隊の合憲論も出てきているわけなんですけども、そのあたりをちょっと、なんせ分かりづらいんでね、相関図にしてみました。それをちょっと訴状にも別紙に添付したように、憲法9条と今回の戦争法案のいわゆるその自衛権の相関図というものをこう表してみたんで、それをまあ、ブログにもこの訴状の一部にも盛り込みます。まあ、そうやって整理するとね、だいぶこう分かってくるところもあって、これなんですけど、見えるかな、これですね、憲法9条と自衛権の相関図、憲法9条と自衛権の相関図ということで、横軸があって戦争から恒久平和ですね、恒久平和があって、そして戦争に向かうんですけども、まあ、自然権、法学上の自然権と言われるものに基づく自衛権と、それから国際法、国連憲章の51条に基づく自衛権と、ね、で、まあ、国内法による警察権というものがありますよね、恒久平和を作るために。まあ、皆さん、集団的自衛権についても、個別的自衛権についても、この恒久平和を求めてやるんだと。で、テロや紛争などと対峙して、戦争にならないように、この集団的自衛権や、個別的自衛権を行使するんだと。いう理屈なんですけど、まあ、そこをですね、相関図にしてみましたので、これはちょっとこれでは分かんないでしょうから、ブログに貼り付けますので、じっくりと見てもらったらいいなと。私もこの相関図を作るのにだいぶ時間かかったんですけど、まあ結構自分の中でも理解が進んでですね、やっぱり国際法上の考え方で、国連憲章が表されて集団的自衛権の概念が出た。集団的自衛権の概念が国連憲章の51条で、1946
年、1945年か、1945年の秋かに示されたので、集団的自衛権の概念がそこで初めて示されたから、だから個別的自衛権の概念が逆に生まれたんだと、セットで生まれたということですよね。集団的自衛権の概念というのは1945年の国連憲章、その中に含まれる国連憲章51条に書き表された概念であって、それまで集団的自衛権という概念は国際的に認識されていなかった。ということは、個別的自衛権という考え方も概念としてなかったわけですよね。集団的自衛権という考え方が生まれたから、それに対比するものとして個別的自衛権というものが生まれた。それが日本国憲法の現行の憲法の、日本国内における採択がされる、1946年の1年前に、その集団的自衛権の概念が生まれたと。個別的自衛権の概念もそこで発生したということですよね。鏡のように、双子のように、集団的自衛権と個別的自衛権の概念は国連憲章51条に基づいて生まれたと言えるわけなんです。これはそこのところどう、そこのところあまり粘っこく言っても仕方ないんで、簡単に書きつつ、自然権として法学上考えられている自衛権と、だからその国際法上認められている集団的自衛権、つまりそれは具体的に言うと国連憲章51条に表された集団的自衛権なんだけれども、そういうところをですね、結局その国内法とか国際法、自然権というのはその法学上ということで、学問としての考え方が自然権であって、日本国憲法のように成文法ではない、文章に表せない法律学全体を捉えた中で自然権というものが考えられているので、別に憲法を制定しなくとも、文章に表さなくても、自然権的に自衛権は発生するんだという考え方があって、結局自民党の国会議員たちが言っている憲法9条が、アメリカの GHQ 占領下において日本国憲法草案が押し付けられて、日本は不利な状況に追い込まれて、その不利な状況をそのまま飲まされて、憲法9条のような武力を保持しないという、いわば不平等条件を飲まされて、それを自ら作ったように、暗に強制されて、日本国憲法で本来は必要な自衛権を放棄したんだと、いう、結局自民党の国会議員たちは自然権、法学上の自然権の概念というのを持たずに考えてるわけですよね。ちょっと幼稚なわけですね、簡単に言えば。法学上の自然権という考え方に基づけば、いくら成文法で、日本国憲法のようにね、成文法というのはなる文ですよね。文章で表す法律でもって、あれこれを放棄するだの何だの言ったところで、自然権として、要するに法律学という学問上でですね、強制的な圧力下において、もし不利な条件を飲まされて、それを日本国憲法の中に盛り込んでいるのであれば、それはすぐさま法学上は否定できる、自らの存在を否定するような成文法による条項、契約条文、それは無効であるということはすぐさま言えるわけですから、そういうものは別にあれこれ大騒ぎせずともですね、本当に日本が非常に不利な立場において、日本人の意思とは別に、外国側の高圧的な圧力下において不利な条件を飲まされて、日本国憲法、そして特に9条が制定されているのであればですね、
それは日本国民の発言によって、法学上自然権としての自衛権はあるんだから、GHQ 占領下における憲法9条の成立というのは無効だということは、すぐさま言えるわけなんですよね。ただそういう議論が発生しないというのは、きちんとその当時、重原喜重良であったり、松本譲二であったり、非常にリベラルな政治家、法律家、松本譲二は法律家ですけど、日本人がですね、憲法草案の起草に関わって、アメリカと GHQ と国連軍総司令部とキャッチボールをしながら、憲法草案を作り、そして重原喜重良内閣もですね、閣議を持って、その GHQ の草案に意見すると、注釈を加えると、自分たちの意見を通してもらうということも決定して、それを昭和天皇が激励するというようなこともあって、決して、アメリカ、そして連合国側の恣意専断な行いに、日本がですね、何も言えずに弾圧下において飛躍的に付き従ったわけではない。それはかなりの角度から文章なり記録なりを検討することで分かるわけで、日本国内においても戦争下の軍部の独走、例えがいいか悪いか知りませんけど、今のミャンマーの軍事政権というのを我々の頭にニュースでもってこびりついてますけど、日本はそういう状況にあったわけですね。今の、北朝鮮が戦争を始めたような状況にあったと言っても過言ではないと思います。軍が国民を統治し、そして天皇をも脅かして、日本帝国陸軍を中心とする軍部が日本の国民を、その家族を人質に取るようにして、戦死を戦場に送り出していた。自決を求め、今でいうファルージャですよね、自爆テロに等しい自爆攻撃を世界で最も厳しく鮮烈に、そして悲しく遂行したのが実は日本国軍、日本帝国軍であるということで、天皇もその当時は軍部の武力によって脅されて、自分の指揮権を発動できなかったと。天皇が、大日本帝国憲法下においては天皇が唯一の権力者であって、内閣はそれを保筆するという関係にあったわけなんだけども、軍部がそれを裏から操って、軍部の思うままに内閣、天皇の親戚の近衛首相ですよね、結局皇室から首相を輩出して、近衛なんとか丸でしたよね、また調べておきますけど、戦争の間はとにかく軍部が天皇家を抱え込むことによって、いろんなね、決断が強制されたっていうことが事実なわけで、それはもう皆さん、私が言わずとも分かっていることですから、そうですね、近衛文麿ですね。おなげるさん、こんばんは。
ぱいよろしくお願いします。まあ、この戦争法案無効確認請求訴状は、憲法9条がどういう状況で成立したのか、まあ、憲法9条の成立過程がですね、正しいのか正しくないのかっていう、そういう深い深部まで議論することにはならないということで、単に今回の戦争法案が憲法違反であるかどうかいうことに関わってくるわけで、まあ、で今回の戦争法案というのは要するに、自衛隊をですね、時の内閣の判断によって、特別法を設置せずに海外に派遣してもいいのかどうか、それが純粋な武力行使としての派兵につながって、憲法9条に反するということは明らかなんだけれども、それを政府が、いや、明らかそんなことはない、憲法の合憲の合憲憲法に合致してるんだと、集団的自衛権を行使するまでもない、しかし個別的自衛権の中にも含まれるものではなくて特別な自衛措置なんだと。ということはつまり憲法51条、国連憲章51条に示された集団的自衛権、それの、まあ、鏡としてと言いますかね、双子の生産物である個人的、個別的自衛権、集団的自衛権と個別的自衛権、その双方にあたるものではない、特別な緊急措置として、今回の戦争法案はあるんだということを言ってるわけで。ということは、国際法上の云々であるとか、国内法上という方は憲法ですからね、国内法上の警察権ではもちろんないし、別の考え方なんだと言ってるんで、結局国際法上、つまり国連憲章に示された集団的自衛権、それと同時に概念が生じてくる個別的自衛権、そのどちらでもなくてですね、結局のところ自然権上の自衛権の一部として、今回の戦争法案は自国を守る手段として正当であるということを言ってるんだという、まあ、そういうことを言ってるんだなということを自分でようやく理解してきたところなんですけども、しかし政府の言ってることは、結局個別的自衛権のことを言ってるんであって、そんなに自然権上、まあ、法学で示すところの自衛権の一部として認められるわけではないという結論に至ったんだけど、まあ本当にややこしくて、そこをどう端的に表すのかなと、まあ、憲法に違反していると、憲法9条に反していると、だから憲法98条によって無効であると。憲法98条1項ですね、に照らして無効であるということを言うんですけど、結局ね、円にしました。ああ書いてもこう書いてもね、もうややこしいんですよ。だからね、円にしました。さっき見せましたでしょ。だからそれをちょっとね、別紙として表して、だからこれですよね、さっきからこう図に示してますけど、見えますかね、こういう憲法9条とそれから自然権の概念図、相関図っていうのを表してみましたんで、これをですね、これから訴状に盛り込む作業をします。そしてブログにも貼っつけておきますので、まあ、皆さん見てください。よろしくお願いします。結構頭こうくすりましたよ。シュワーっとね、シャワー浴びよう。いやもう
こうちょっと集中しててね、でまあ合間ちょっとゴミどもにメッセージを送ったりしてね、まあでも自分でね、こんだけ憲法9条に突っ込んで考えることができたのは、まあ、西岡さんの意見のおかげだからね、まあ、それはそれでよかったです。で、検討したけど、西岡さんの言うね、憲法9条が個別的自衛権をも含む自衛権一般を放棄したものだということは、結局それはね、違うなという結論に至りました。まあ、西岡さんがどう言うかだけども、そこはね、まあ訴状を書く人間の有利さというところで、自分はこう思うという書き方にして、まあ西岡さんの意見はですね、実はこの憲法9条が集団的自衛権のみならず個別的自衛権をも放棄してるのかということについてはですね、この訴訟には関係がない部分なんですね。というのはそこまで深く掘り下げなくても、そもそもその自衛隊が違憲なのかということで、自衛隊が違憲だということであれば、当然、この憲法のね、規定によって、今回の戦争法は違憲で無効なんだけれども、でもね、その自衛隊が違憲であって、その違憲である自衛隊を現実に使っているから、だからその違憲状態にある自衛権を海外に派兵することなんてもともと違憲なんだと言ったところで、それはせんないわけですよ。もう実態として自衛隊を使っているし、まあ、法の支配という概念におけばですね、悪法も法なりということを私も以前このことを知った時にちょっと衝撃を持って受け止めたんですけど、悪法も法なりと、たとえ自衛隊が違憲であったとしても、現実にね、それを日本政府が日本国憲法の精神に反しない、憲法9条に違反しない、戦力ではない自然権における自衛権の備えだと、準備している防衛能力だと、能力であって戦力でない、まあ、本当にね、という、まあちょっと待てよと、そこまでごちゃごちゃ言ったってしょうがねえだろうという議論に巻き込まれちゃうので、まあそうなるとですね、なし崩し的に今回の戦争法案を認めざるを得ないのかと、まあ、いう議論になってくるんですけど、まあ、しかしこれ自衛隊が国外で活動するっていうことで歯止めをかけなければいけないでしょうということですよね。まあ、現実に悪法も法なりとして、本来は自衛隊の存在というのは憲法の精神に反し、憲法9条の戦力の保持を、ゆえあの飛び出ている、逸脱している、憲法9条が想定している自衛権の範囲を、許容範囲を逸脱している、そういう存在が自衛隊であると、まあ、言えるのかもしれないんだけれども、まあ、それはそれとして議論があるとしても、じゃあそもそも憲法9条の許容範囲を
逸脱していると議論がある自衛隊を国内の活動のみならず海外まで、常時、特別法によらずに内閣の判断でもっていかに特別な事情があるとしても海外に派兵できるということにすればそれはもう議論の枠を飛び越えて完全に憲法をないがしろにするものであって、それを認めるということは憲法9条すなわち憲法そのものを我々日本国民が否定することにつながるだろうと、とても法治国家において許容できる範囲ではないと、まあ、そういうことなんですけど、まあ、それは分かっててそれは言わなきゃいけないしそれは書かなきゃいけないんですけど面倒くさいですよね。まあ、そこをどう順序だって分かりやすく書いていくかということで、今バカな頭をこうやってやってるわけですよね。はい。まあ、西岡さんの意見もね、非常に素晴らしいもんだったんですけど、結局国際法と国内法と自然権という法学上の考え方と自衛権が3種類によって構成されているというところが原因で複雑になっているということなんだと思います。まあ、そこを相関図として表したんで、まあまあ整理できたかなと思ってますが、西岡さんの意見についてはもう今回はですね、その意見の貴重さを認めつつも、今回の戦争法案を違憲だという判断をするにおいては、そこまで根本的な議論をしても、自衛隊が、じゃあ自衛隊合憲論を憲法が判断した上で、それをどうするのかって言った時に、自衛隊がここまでですね、海外の災害援助とか戦争に関連しない物資の輸送、現地における社会インフラの整備、人道支援、そういったものに貢献して、まあ実動部隊として自衛隊というものが日本独特のあたかも軍隊のように見えるんだけれども、実は人道支援に特化したグループなんだよという、日本がこれまでの外交努力、自衛隊のたゆみない努力、営みでもって築いてきたその現実を、単にこの、まあ法律論というのはある意味机上の空論ですから、実体社会の営みをですね、法律上の論理によって切り刻んで跡形もなくできるのかといえば、その存在そのものを消すことはできない、まあ、そういうところにかんあの考えが至るわけで、まあ、安倍政権はその実態としての自衛隊というものをいかに詭弁を弄してアメリカの戦争、テロとの戦争に参加させるかということで知恵を絞った結果、この百田尚樹とかですね、安倍晋三、そしてまあ世耕参議院議員、まあ、そういう小賢しい知恵の集まった結果、まあ今回の戦争法案というものが出てきたわけですから、まあ、そこのところをどう裁判所にですね、裁判所が我々の請求、これは無効であるという判断を示すことができるのか、まあ、裁判所が飲むことができる論述を考えていきたい。まあ、この訴訟でもって論述する論理というのは、裁判官が述べないものを出してもしょうがないんですね。現実に判決で勝ち取るための今回は訴訟にしなきゃいけないので、やってなんぼっていうね、訴訟ではない。まあいろいろ反論はあるかもしれませんけども、選挙の、無効確認請求訴訟っていうのはもうそれはね、とんでもない力と、とんでもないテクニック。